こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。この間さ、本屋さん行ったらさ、うん、あの復活の日っていうね、うん、昔のベストセラーね、小松左京さんのね、うん、それがね並んでんのよ、うん、で何故かなと思ったらさ、うん、あれはほら、感染でさ、ウイルスでさ、人類が滅亡するって話なんだよね、うん、うん、それも細菌兵器だったんだよな、うん、でそしたらね、うん、あのアマゾンプライムのね、うん、あのビデオ昨日なんかそんな話になってね、うん、見始めたんだ夜遅くから。そしたらそうだな、うん、そうだ、あの一緒に見たんだよな、うん、だから1980年の映画なんだよ、うん、でも82年に起こったことなんだよね。1982年に、うん、要はあの地球滅亡というかさ、うん、南極の人以外はみんな死んじゃったっていう、そういう話だったんだよね。なだからまあ、うん、ノスタルダムスの大予言とかさ、流行ったのかな、そんなの流行った時期だろうしさ、そうなのかな。だけどさ、うん、あのまあその当時俺見たかどうか覚えてないけれど、うん、あのまあそういう話は当然話題にはなったよな。そうだろうね、うん、あれだけの映画だからさ、うん、だけども、別にさ、うん、現実味はないわけよ。SF だからな。そうね、うん、まあ、うん、話としては面白いんじゃないっていうぐらいのもんだったと思うんだよね、うん、だけどさ今この現在さ、うん、あのあれ見たらさ、うん、ねえ、まあ、あそこまではとか思うけれどな、うん、だけどもさ、うん、非常にこう近いところにいる。そうだね、うん、あのそんな感じはねするよね、うん、もちろんその古い80年だから今から40年前にできた映画だからさ、うんうん、もう全てが、まあ、ちょっと今から見たらチープなんだよね、そのモニターの画面から、うん、そりゃそうだな、うん、ドローンみたいなのも飛ぶんだけど、そうだよね、すごい重そうな、ね、ドローンみたいなのが飛んでこう全部見て歩くんだよね、うんうん、そうだね。ああいうの見るとさ、いやーと思うけども、うん、でもあながちってことだよね。そうだよな、うん、だから各地で暴動が起こるわけよね、うん、ワクチンをよこせって言って、そうそうそう、病院にわーっと人が駆け込んで、うん、あれは、ね、うん、何がきっかけだったんだ。まずあれかとか、草原のさ、うん、羊が死んじゃったんだ。死んじゃって、そこから一気にうわーっと広がったんだ。そう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 、だから寒いところでは、うん、あのウイルスは要は動かないと。で温度が上がるたびに何十倍何百倍何千倍っていうか、うん、そんなような感じでウイルスがって話になってて、背景に東西の冷戦があるんだよな。そうだ ね,、うん、そうだね。んでどこかの国がこう細菌兵器として作ったわけだ、うん、遺伝子操作してな、うんうん、でそれが漏れちゃったわけだな。それを持ち出されてしまったっていう、うん、そういう流れ設定だったんだよな。でそこで広がっていくわけだよね、うん、でヨーロッパで一気に広がり、日本でも広がり、アメリカで広がりっていうことでね、うんうん、もう本当にわずかな間に人が何百万人と人が何千万だよな、もう何百万人何千万ほとんど人が死んでいって、結局南極に残った800何十人という、そう、その人たちだけが生き残ったわけ、生き残りますというな。でやっぱり人類残さなくちゃいけないからって言うんだな。でアメリカの大統領が、うん、南極の基地にメッセージを送って、うん、もう全国の基地の人を集めてくれって言って、うん、今こちらはこういう状態だと、うん、そうだな、君たちには生き残ってほしいっていうメッセージを送って自分も死んじゃうんだよな、うん、そうだよな、うん、で核の方もさ、核もさ、うん、ね、暴走した軍人が暴走するようにそうやっちゃうしな、うん、あそんなことでな、うんうん、というふうなストーリーでさ、うんうん、だから地球が 2回死ぬわけだよ。そのウイルスで人が死に、うん、その後にその核でな、そう核で死ぬという、うん、そんなな、うん、あまあ主人公もね、うん、草刈さんだからな。そのつい去年夏空でね、毎日毎日見ていたの、うん、草刈さんがさ、まあ、若かりし頃もう今日びっくりしたよ ね、うん、そうだよな、うんうん、まあそんなことでな、うん、こうやっぱり人類滅亡へとこうね、うん、つながっていくわけだけどさ、うん、いやまあ、あのあながちな、うんうん、まあ作り話だって笑ってられないような、あの頃はそう思ってたよね、うん、そんなそこまで、まあでも、まあ、メッセージ性としては本当にこう緊張が高まると核がね飛んでとか、うん、すごい相手に対してのすごい有効な兵器ということで、うん、ウイルスとか細菌とかも考えられるんだよってことを多分言いたかったでしょ、きっと。だからさ、ああいうさ、うん、まあ、SF 作家、うん、ね、小松左京さんの日本沈没も書いてるわけだからさ、ね、うん、あの人も何かこう未来を見通す目じゃないけどな、絶対なんか降りてきてね、なんかこう警告しなくちゃいけないよっていう、うん、多分ああいう形でさ、うん、ね、うん、あの警告を発してた、うん、そういう人なのかもしれないよな、うんうん、それはノストラダムスもそうだったのかもしれないし、うん、ホピの予言もそうだったかもしれないし、そうそうそう、うん、
そうなんだよ、うん、だからまあ、予言って言うと何たくさみんなさ、うん、バカバカしいと、うん、ね、何当たるかって思ってるんだけどさ、うん、やっぱりさ、人が言葉にしたりとかさ、うんうん、なんか表現したりするものっていうのはさ、うん、何らかのね、これは、根拠って言ってもさ、うん、その科学的な根拠とかそういう意味じゃなくてね、うん、なんかがあって語る、うん、何でもそうじゃんな、うん、いろんな夢を見ると、まあ、夢とかが言うけれど、うん、やっぱり夢を見る何か根拠があるわけよ。そう、ね、あるいはパッと思い浮かぶ直感みたいなものとかな、ね、うんうん、だから第六感の世界だよね、まあ、そうだよね、うんうん、だからそういうものもあるからさ、うん、あながちね、そういうものをね、うん、まあ非科学的だとかさ、そんなバカなんでみんな終わらせてしまうんだよね、うん、そう、無視しちゃいけないなと思うね、うんうん、だからふっとさ、うん、あ、こういうことやりたいなと思った時はさ、うん、やっぱりやってみることが必要だったりな、うん、するわけだよな、うん、うん、だから昔ほらね、末は博士が大臣かってね、うん、言ったけどさ、あれだってさ、本当にそう思って育てればさ、うん、なったかもしれないんだよね。そうだよね。そんなバカなうちにそんな子が生まれるはずがないとかさ、そう、だからそう思っちゃうわけでしょ、そうだよね、結局。うんと子供がさ、うん、それこそ、将来なんかなりたいって、うん、ね、うん、言うのもさ、うん、これもさ、うん、根拠があるのよ。うんね、うん、だから全く才能がなかったら言わないんだから、多分そうな、だから何らかの才能、うんうん、まあそのままそのままね、うん、例えばアイドルになるかどうかともかくとして、うん、ね、何かそっち方面の何かがあるから言うんだってさ、うんうんうん、っていうふうに考えればね、うん、あ、違ってくると思うね。だからその私よくね、サロンでセッションするときに、うん、何をやっていいか分かんないんですって、うん、ね、うん、でも今行き詰まってます、何やっていいか分かんないんですときに、うん、子供の時に何になりたいと思いましたか、おー、いいね、聞くわけ、うん、本当に子供の時に、例えば、うん、今だったらさ、例えば医療系の大学出てないから医者は無理だとかさ、うん、なんだろう、こういう勉強してこないから音楽家は無理とかって、もう大人はそういうふうに思っちゃうでしょ、うんうん、でも子供の時には何も思わずにお医者さんになりたいとかさ、ね、うん、そうだよな、思うわけよ、そう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 、うん、私はこうバレリーナになりたいとかさ、うん、それってさ、実はすごい魂レベルで言うとさ、ね、おぎゃーと生まれて近い時のあれ発言だからさ、うん、あながちではないと思う。そうだよな、うん、だから子供の時に何になりたかったのって、うん、そういえば子供の幼稚園の時にこんな風に言ってたそうですとか、そう、3歳の時には歌が好きで、なんかいつも歌を歌って近所のお年寄りに喜ばれましたとかって、そういうのが出てくるわけ。そうだよな、うん、じゃあ今から歌手じゃないかもしれないけども、そのお年寄りに喜ばれて、うん、うん、楽しかったとか嬉しかったとか、そうだよな、うん、じゃあそれでそういう方面のお仕事とかそういう方面に進むってどうですか、うん、とかって話をしていくわけよ。そうだよな、だからさ、うん、歌手にしたってさ、そのスポーツマン、サッカー選手になりたいとかさ、うん、野球選手になりたいっていうのもさ、うん、結局はそれを通して何かがしたいっていう風な欲求の表れだからね。そうね、うん、でもしかしたらそういう選手を育てるコーチだったり監督になった方がすごい伸びるかもしれないし、うん、そうだよな、スポーツトレーナーとか、そう、例えばな、有名になってお金持ちになりたいっていうのがあればさ、うん、それも別に野球選手じゃなくたってなれるわけだからな、うんうん、そっちを目指せばいいわけだしな、うん、うん、で、あとは何かなりたいかもあったの。私ね、子供の時にね、うん、ね、多分小学校で、もう私、1年生の時って作品出されたの、うんうん、そう。それはね、今で言う美容師なんだけど、パーマ屋さんになりたいって書いたことがある。なるほどね。うん、なんだったんだね、それは、ね、やっぱり人のために人をきれいにしてあげたりさ、うん、ね、言ったのかもしれないし、うん、うん、母とついてパーマ屋さんについてって、うん、母がこうニコニコして例えば帰ってくるわけじゃん、きれいになってさ、うん、ね、うん、もしかしたらその雰囲気が好きだったのかもしれないし、うん、なるほどね、うん、そう、うん、それはね、小学校の時にね、壁なんだろう、模造紙に先生が大きく拡大して書いてくれて配達された、うん、ね、一番最初の参観日、ああさ、分散あったかもしれない、そうだ、いや、それはあると思うもしかしたら小学校1年生の時に、うん、そうだよな、うん、だからこうやって広げていくと大事なのよ。じゃあ本当にパーマ屋さん、美容師に今から私が美容学になるのかって時に、うん、あ、もしかしたら私あの時忘れてたけど、今あなたに聞かれるまで忘れてたけど、うん、一番最初の参観日で私張り出されたんだって、うん、もしかしたら何かその文章的な才能がその時の1年生の先生は思ったのかもしれないって今初めて思ったわけよ。そうだよな、うん、いや、それも大事だよな、うん、だからそういうふうにして思い出すの大事だよね、うん、うん、だからね、そのセッションをやりながらさ、お客さんと話していきながら、うん、自分はどうだったんだろうってこう常に振り返ることができるっていうのは、うんうん、すごく私は幸せな立場にいるなと思うわけ、うん、それはそうだよ、うん、うん、
ありがたいことで。そう、やっぱりそうなんだよね、うん、結局ね何でもそうよ、自分にこうなんか問いかけてる分があるわけよ、人に喋ってることでもね、うんうん、だからそこを有利してしまうとね、うん、なんかやっぱりエソラオトになってしまうっていうの、うんうん、自分のためにならない結果的にな、うん、やっぱりその共感力とかさ、うん、強制力とか、うん、じゃあ映画を見て今自分が何ができるのかって そこまで思っていかないとダメなんだと思う。そうだね、ダメってことないけど、うん、その方が望ましいと思う。一本の映画がどれだけ私たちに力を与えるかとかさ、うん、そうだな。だからあれもさ、うん、タイトル復活の日だからな、うん、ね、破滅じゃ破壊じゃないんだよ。そうだからさ、また本当に残った人間はわずかだったけど、うん、あそこでまたね、うん、次へと何かが始まる、うん、新しい世界に進んでいくわけだから、うん、もともと何でも本当にゼロから始まってるわけだからな、うんね、うん、だから ぜひ今例えば暇な人、うん、ぜひこれを見たら面白いと思う。そうだね、うん、うん、まあ、あんまりね恐怖に感じないです。そう、恐怖じゃなくて、そっか、復活なんだって。そう、復活なんだから。そう、復活なんだからね、うん、まあ、そういうメッセージだと思うね、小松左京さんのね、うん、そうだと思う、うん、ね、滅亡で終わりました、ちゃんちゃんではないんだよね。そういうことだね。復活です。はい、復活しましょう、はい、そうですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。